入り口内部、アトレウスの宝庫、または、アガメモノンの墓は、ギリシャのミケーネにある放火場墳墓で、紀元前1250年頃に建設された。入り口の上にあるマグサイシは120トンの重量がある。墓として使われていた期間は不明。パウサニアスの著作で研究されており、ドイツの考古学者、ハインリッヒ・シュリーマンが1879年に、 ミケーネのアクロポリスのアゴラ地下に、縦穴式墳墓を発見した時には、すでに見つかっていた。この墓は、おそらく、ミケーネの要塞都市を再建した君主かその後継者の遺体を安置したものと思われる。その様式は、ミケーネ文明の他の墳墓と同じで、ミケーネとアルゴリスの要塞都市の周囲に他に9つの墳墓がある。しかし、その遺言に満ちた姿から、 ミケーネ時代の現存する、最も印象的な遺跡の一つとされている。断面図円形の半地下の部屋で、ギジアーチ方式で、オジーブ級流的形状のドームになっている。室内の高さは13.5メートル、直径は14.5メートルで、建設後1000年以上の間、高さも広さも世界一のドームだった。長期間その姿を保つため、 巨石の配置には最新の注意が払われている。そのため、内壁は非常に滑らかで、その上に金や銀や青銅で装飾していたと思われる。墓には傾斜した剥き出しの通路から入る。通路は36メートルあり、両側に空積みの石壁がある。円形の部屋から実際の埋葬室につながる通路があり、埋葬室はほぼ立方体の形状に掘り抜かれている。 入り口の門は贅沢に飾られていた。両側に緑色の石灰石の半柱があって、ジグザグ模様で飾られ、アーキトレーブにはローゼット模様の装飾体があり、アーキトレーブの上の開口部を閉じるように赤い大理石の帯が配され、螺旋状の飾り付けがなされていた。古代エジプトの影響を受けた中東はペルガモン博物館にある。他にも、 赤いハンガと緑色のアラバスターを増元した装飾品もある。ありがとうございます。